こんにちは、渋谷で美容師をしているメルテムです。女の子の朝ってめちゃくちゃ忙しいと思うんですよ。着替えなきゃいけないし、メイクもしないといけないし、それに加えて髪の毛も整えてってやってるとめちゃくちゃ時間がないと思うので、今日は3分でできる髪の毛の整え方をご紹介していきたいと思います。それではやっていきます。はい、まずはこういうブラシを使って髪の毛を実際にブラッシングしていくんですけど、ブラシ選びのポイントも実はあって、こういうクッションブラシっていうちょっと柔らかめの歯に間隔が空いてるブラシを使ってあげるとさらっと綺麗に取ってくれるので、私は毎朝これで全体を一回顔溶かします。はい、次にアイロンを実際にかけていくんですけど、この時の温度は160度です。結構皆さんやってしまいがちっていうか、ほとんどの方がそうだと思うんですけど、上からこう普通にアイロンかける方ってかなり多いと思うんですけど、実はもしあったらこういうクリップとかを使ってちゃんと分けてあげつつアイロンを通していくとかなり収まりが良くなるので、ぜひ使ってみてください。ちょっと3段で分け取っていこうと思います。でまず下のところ取ったら、耳より下ですねを取ったら、普通にアイロンを挟んでスッとまっすぐ通します。でこの時に首をやけどしてしまう方ってかなり多いと思うんですけど、そういう時はちょっとこう下を向きながらこうかけてあげると通しやすいと思うので、ちょっと下を向きながらやってみてください。で下が終わったら次こめかみのあたりですね。で一回取ります。でまたこれも普通に通していきます。通す時はそんなに力を加えなくていいので、アイロンの熱をしっかり髪の毛全体に通してあげながら優しく下ろしてきてあげればいいと思います。で3段目ですね、これも同じく優しく通しておきます。後頭部も意外とやりにくいと思うんですけど、この時もこう下を抜きながら取ってあげて挟んであげるとやりやすいと思います。はい、これで一通りアイロンが終わりましたので、オイルをつけていきます。オイルはニップッシュですね。ニップッシュして、でオイルのつけ方なんですけど、表面からこういく方って結構多いと思うんですよ。でも、オイルは下から上がってきてあげた方がベタつかないですね。で根元からベタっていくんではなくて、根元にはそんなにつけなくていいので、髪の中間から毛先を中心的につけていってあげます。でしっかりこう分け取ってあげて、中にもつけてあげた方が収まりがいいので、中にもしっかりつけてあげてください。こっちもでつけたら、最後にもう一度ブラシを通して、もうそれだけでツヤ感もだいぶ出ると思うので、これでお家は出られると思います。はいはい、ということで今回は私が実際にお家を出る前にやっているスタイリングルーティンをご紹介させていただきました。どうですか、めちゃくちゃ私ブリーチ5、6回くらいしてるんですけど、ツヤツヤになれるので皆さんぜひやってみてください。こちらに私のインスタのアカウントが出てるので、ぜひフォローしていただけたらとっても嬉しいです。こちらの絹友情公式チャンネルでは、こんな感じでヘアケアの方法だったり、髪の毛に関していろんな情報をたくさん載せていくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。